皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。で、今日も美咲の部屋ということで、はい、今日はワンカール。ワンカール、はい、はい、皆さんこうコテで結構巻かれると思うんですけど、まあ大体こう内巻きだったりとか外羽ね、はい、みたいなのが最近ちょっと多いかなと思うんですけど、今回美咲さんはもう今っぽっていうやんな、今ってな、はい、今っぽのこうワンカールの巻き方をちょっとやってみて、はい、結構こう固定の角度だったりとかで結構難しいかなと思うんですけど、今回も美咲さん分かりやすくね、この角度で入れてこういう風にやったら簡単にできるよっていうことをちょっとやっておりますので、よかったら参考にしてみてください。はい、お願いします。それでは動画スタート。まずはオイルをつけていきます。中間から毛先にしっかりとつけて、滑りやすくやっていきます。後ろで半分で分けて、耳後ろで一箇所分け取って、三つ襟部分でもう一箇所分け取って、3等分にしていきます。コテは 32mm を使用して、挟む方を下に向けて、角度は少し斜めにやっていきます。顔を横に向けて、コテを先ほどの角度に持ってきます。髪の毛を内側にして、顎下から挟んでゆっくり回転させながら、挟む位置が上になるまで巻き込んで抜いていきます。次はコテを逆向きに挟む方を上にして持ち替えます。2つ目の髪の毛をやっていきます。先ほどの同じ角度にコテを持ってきて、次は髪の毛を外側に向けて巻いていきます。そのまま挟む位置を下に向けて1回転させて抜いていきます。3つ目の髪の毛も同様に、1つ目の髪の毛と同じ角度でコテを持ってきて、中間からコテを入れて回転させながら、挟む位置が上になるまで巻き込んだら外していきます。左側はコテの角度を反対に向けます。左右合わせてハの字になるようにするのがポイントです。N ドットのオイルをつけていきます。毛先につけて、全体的に揉み込むような感じにしてカールを出していきます。外巻きと内巻きを広げるような感じにしてほぐしていきます。こんな感じでできました。ワンカールだけで今っぽいスタイリングができますので、よかったら参考にしてみてください。